一方、アジアの金融都市シンガポール、そこに世界中から客が押し寄せる不思議な建物ができていました。それは地上200メートルに浮かぶ空中プールが話題のリゾートホテル。アジアの成長を象徴する新たなランドマークです。そこにいたのは世界的な大物投資家ジム・ロジャーズさん、69歳。金持ちになる秘訣を教えてもらいます。成功する秘訣の第一は人と違うことをやることさ。いつもいつもいつもみんなの先を行かなきゃ。とにかく人と同じことしてちゃダメなんだ。ロジャーズさんは31歳でヘッジファンドを設立。10年間で資金を42倍にするという驚異的な実績を挙げました。その投資手法は独特です。世界の変化を自ら確かめること。これまで世界を2周し自分の足で集めた情報を投資に生かしてきました。番組は2004年にもロジャーズさんを取材していました。当時世界金融の中心地ニューヨークに豪邸を構えていました。日本株は有望と見て投資を続けていたのです。あれから7年、ロジャーズさんの生活は大きく変わっていました。今愛用しているのは特注自転車。なんとそこには2人の娘が。ロジャーズさんは4年半前に自宅をシンガポールに移していたのです。引っ越した理由は娘たちに中国語を習得させるためだそうです。3歳の次女もすでに中国語がペラペラ。中国はこれから世界で最も重要な国になるでしょう。だから将来を考えると子供や孫には中国語を教えるべきじゃないかな。これからはアジアの時代だというロジャーズさん、世界経済はさらに大きな動乱期を迎えると言います。持っていた株はほとんど売りました。世界の株式市場はさらに悪くなると見ているからです。景気の後退は2013年まで続きますよ。それをなんとか乗り切ったとしても2018年か2019年にはさらなる不況が押し寄せるでしょう。10月下旬、ロジャーズさんが来日しました。世界経済が激変する中、何に投資すればいいのか。カリスマ投資家の発言に注目が集まります。金に注目しています。10年も連続して値上がりが続いているんです。私も自分の金を売るつもりはありません。今後10年でさらに値上がりするでしょうから。ロジャーズさんは今後の投資対象に金を挙げました。忙しいスケジュールを縫ってロジャーズさんが向かったのは銀座。Hello. How are you? Nice to see you again. I have been here before. ここは日本で最も多くの金製品を扱うお店。日本で作られた最高品質の金製品が揃っています。これとこれとそれにこれも。どんどん出してほしい。彼言ったら今どんどん出してほしい。二人がたりも頼む。まず一番右上のやつ出して。ロジャーズさんは次々と商品を指名します。失礼いたします。
すごいことなんですね。そうだね。すぐにテーブルが金製品でいっぱいに。価格はその日の金相場で変動します。この仏像は一体1000万円以上。ロジャーズさんはこの日総額で数千万円もの金製品を一気に買い付けました。今後金は値上がりしすぎて、こうした工芸品には手が届かなくなる。今買わなきゃ。3週間後、シンガポール。ロジャーズさんが日本で買った金の製品は家族へのプレゼントだったのです。ロジャーズさんにとって金は愛する妻と娘たちに将来への資産を残す手段でもあるのです。すべては子供と妻のためです。金をこれからも買い続けますよ。金はさらに値上がりするので、決して手放してはいけません。経済が混乱する中、ますます注目が高まる金。